こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるをモットーに配信をさせていただいております。ご視聴していただきありがとうございます。本題に入る前にお知らせをさせてください。朝から夕方まで気分が上がるをコンセプトに素敵なアクセサリーを作られている朝夕さんというブランドを僕は応援しております。気分が上がるものというのは運気を上げる意味でも非常に重要な部分になってきます。ご興味ある方がいらっしゃいましたら概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは解説に移っていきます。本日はこれがあれば大丈夫という人の手相を紹介していこうと思います。今日紹介する手相を持っているけれど現在が辛いとか大変だという方もいらっしゃると思います。ただ紹介する手相を持っているのであれば頑張っているのは間違いありません。なかなかタイミングや運に恵まれてないだけですから、どこかで飛躍のタイミングはきっと来るはずです。今日紹介する手相をお守り代わりに、ぜひもう少しの辛抱だと思って頑張ってもらえたらなと思います。それでは解説していきます。一つ目は中指へ向かって伸びる線、運命線のどちらからか3方向の枝分かれがあるような形です。運命線はその人の人生を表しているとされ、運命線が上向きに枝分かれしているのですから、その頃くらいの時期に人生が開花するということを表します。時期としてはちょうど手のひらの真ん中あたりを30歳として定め、中指の付け根を0歳として定めます。そのちょうど真ん中ぐらいを52歳として定め、52歳と30歳のちょうど真ん中を40歳、52歳と100歳のちょうど真ん中を75歳として定めます。より中指付近に枝分かれがある場合は晩年が幸せであるということを表しています。苦労をしたり辛い思いをしたりしてきたとしても、その枝分かれが出る時期ぐらいから、それらの辛かった経験が全て報われるような出来事に見舞われるでしょう。運勢も飛躍していき、仕事でも家庭でもうまくいくことを表しています。例えば晩年の時期にそのような枝分かれがある場合は、晩年は素敵な家族に恵まれたり、心穏やかに幸せな時を過ごせる人だと言えます。今が辛い時期だったとしても、この手相を持っているのであれば必ず報われますので大丈夫です。次は幸運のフィッシュの持ち主です。線の先が魚のような形で交差するものを指します。頭脳線や太陽線、結婚線の先に出るようなことがあります。それぞれで意味が変わってきますので解説させていただきます。頭脳線の先にフィッシュが現れている場合は、仕事でのラッキーを暗示しているとされます。本来もらえるはずのないチャンスをもらえたり、実力以上を出せるような暗示になります。太陽線にフィッシュがついているような場合は、大金をつかむような予兆とされます。宝くじは買っといた方がいいかもしれません。小指の下の横線、結婚線にフィッシュがつく場合は、素敵な結婚が近いということを示しているとされます。生命線の枝分かれした先にフィッシュがつくこともあります。この場合は旅先での幸運を暗示しています。旅行に行った際にいい人に巡り会えたとか、出張した先で大きな縁により引き抜かれ大出世できたりなどです。どれもあともう一踏ん張りで幸運を手にできるチャンスを示しています。努力している人だからこそ現れるとされる幸運のフィッシュです。努力を怠ってしまうとたちまち消えてしまいますので、最後の最後まで努力を振り絞って素晴らしい幸運を手に入れてほしいなと思います。次は薬指下縦に落ちる線、太陽線に寄り添うように出る線、サポート線の持ち主です。はっきりとした濃い太陽線に寄り添うように2センチぐらいの長さで出るものを指します。このような線の持ち主は非常に金運が高く、周りからの資金援助が期待できるかもしれないという暗示になります。小指側に出るか中指側に出るかで少し意味が異なるので、そちらも解説していきます。小指側に出る場合は第三者や他人からの力添えによって金運がアップする人とされます。反対に中指側に出るようなタイプは、家族や親戚など身内からの援助や助言によってお金を生み出せる人です。ただ太陽線がはっきりとあるタイプを示すので、この人に金運がないというわけではありません。ただ思わず力を貸してあげたくなるような魅力的な存在だということになります。個人で道を切り開いていく力もあるタイプですが、誰かの協力を得ることでより大きな力を発揮できるタイプと言えるでしょう。努力しているからこそ現れる線にはなりますが、現状が自分だけではどうしようもないという時は、周りの人の最終的な援助を少し期待してみてもいいのかもしれません。少し似たケースで太陽線が複数で現れる場合があります。この場合は人のためになることが苦にならないタイプであり、細かい線で刻まれている場合は気前がいいタイプになってしまいます。
お金の入り自体は悪くはないのですが、あればあるだけ使ってしまうというようなケースにもなります。サポート線との違いは、真ん中の線だけやや長めな状態で出ているようなケースになります。あくまでも太陽線をサポートするようにやや弱い線で刻まれるのがサポート線になります。次は中指の下あたり、感情線と頭脳線の間に出る十字線、神秘十字線の持ち主です。この層の持ち主は、超能力や霊界など目に見えないものに興味を持ったり、その存在を信じている人に多いとされます。素晴らしい守護霊に守られていると言われ、とても運のいい人となります。極めて直感力に優れ、ふとした予定を変更したら災難を免れたとか、事故にあっても一人だけピンピンしていたとか、夢で見たことが現実に起きたなどという経験をした人にはこの層が出ているとされます。今現在が不安であったり辛いという方でも、神秘十字線を持っているのであれば運がいいはずですし、ご先祖様に守られている証ですから、きっとなんとかなると思います。あまり難しく考えず、自分の直感に従って前向きに生きていくことで、いい方向に進んでいくのではないでしょうか。神秘十字線を見て、よし大丈夫だと思ってもらえたらいいなと思います。以上4選が本日の解説になります。いかがだったでしょうか。たかが手相にはなりますが、これを見て少しでも前向きになってもらえたり、安心していただけたらと思います。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。